頭の位置の上、頭の位置もちょっと上の方で、でそこで、はい、大丈夫ですか、はい、はい、今やっぱりまたちょっと斜めに寝ちゃってるんで、はい、あそこ、こっちですね、真ん中だと、やっぱり右の方が縮みがあるから右にこう足が開いちゃうっていうのがありますね、はい、痛いと思うんですけど、足ちょっとやりますね。おほほ。おお、うわ、これはこれはなんか今までに感じたことのないなんかちょっと、はいはい、なんだそのこの感覚、痛いんじゃないんだけどなんだろうな、なんか硬いっていう硬い、そうですね、あの仙腸関節に関係するっていうんですね、この足の指、なんだこの感じ、すごいな。うわ、よいしょい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 、今ちょっとしばらくいろいろ痛いと思います。もしかしてこれは両方乗っかってるタイプ、両方乗っかってるタイプです。うほほほほほ、
おお、聞く。トーク戦でもみたいな、ちょっと。すげえ、うん、それだけでも痛いっすね。親指のね、やっぱ付け根がね、付け根がね、ちょっとね、やっぱね、軽く外反っぽくなってるね。ああ、それもあって痛いのか。そうそうそう。そうなんですね。じゃあ、なんか結構危ないですね。ひどくなってくると大変ですよね。そうなんですよ。多分これ、なんかダンスの影響ですね。ああ、うん、そっか。やっぱこう、あれですかね、動作とかで出てくるものなんですかね。そう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 。普通だとね、靴の影響とかですけどね、やっぱ特殊なというか、そうなんです、ちょっと特殊なんで、ね、まあ、でもこれ以上でかくするようなことは多分もうないんで、今後、ね、あ、まあ、そう、今後ね、そんなたくさんやるわけじゃないですもんね。そうです、そうです。痛いけど、左ほどじゃないな。うんうんうん、これでね、普通のね、YouTuber だったらね、うわーって言うところですけど、ね、あの本当に、本当にあの自然体なんで、もうガチで受けに来てる。そうですね、普通にお客さんですもんね。そう、普通にお客です、はい、あー、気持ちいいですね。でも、これで多分ね、これ、うん、左にやられたら多分もう俺ぶっ飛びますね。あ、痛いです、あ、気持ちいい、あ、でもそこにちょっと痛いな、うん、でもそんな飛び上がるほど飛び上がるような痛みでもない。いや、的確、うん、はい、全然気持ちいいわこれ、うん、足が気持ちいいですよね。気持ちいいっすただ硬いからやっぱなんかこうじわーっていう、なんか抵抗してんな、足が、ね、あー、わかるわかる、そういうのがありますね、ありますね、そのせめぎ合いが今ちょっとね、来てますね、うおー、いやー、来た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 、いやー、また先生の肘入るわね、皆さん真似しない方がいいですよ。見ただけじゃ、ちゃんとちゃんとちゃんと勉強してやってくださいね、これね。そうですね。本当本当。あの、はい、結構グリッとかやっちゃうと本当にすごい危ない、痛いかもしれない。本当にあの、ちゃんと肘の感覚知ってる人がね、やって初めて気持ちいいですか。そう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 。危なくないところで練習しながらもいいですね。そう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 。あ、背中とかね、やめてください、ね。本当本当本当。これ注意、要注意ですよ。本当骨に行っちゃうと。行っちゃうと危ないです。危険なんで。よくしようと思ったつもりがね、もっとひどい怪我になってことにならないように。そうなんですよ。で、ちゃんとね、
正しく分かってれば、うん、これほど、ね、効率的な、ね、あ、そうですね、指が痛くないからいいですよ ね、うん、だからなんかね、指が付け根が痛いっていうね、人も本当にちゃんと勉強すれば、あ、全然大丈夫です、ね、全然大丈夫ですね、あ、むしろなんか左の方が気持ちいいぐらい、まだわかんないですけどね。はい、ちなみに先生まだあるんですよね、その生体の学校でまた教えとかやられてるんですよね、あの女子でしたっけ、今まだ行ってないですか、私まだ行ってないですね、あ、休みまだお休み中ですか、時間的にやっぱり保育園の時間が短いんで、じゃあこういうのをやっぱりやるときは先生の DVD を買ってみてくれっていうことですかね。でも、もう売ってないんですよ。ああ、そっか。完売したんで。なるほど。皆さん、残念です。もう遅いですよ。もう遅いです。はい。機会があればいるかもしれないですけど。ちょっとね、こういうのを見てね、ああ、ちょっと習いたいなっていう人はね、もしかしたらね、いらっしゃるかもしれない。ああ、確かに。だからまたあのコメント欄かなんかにね、あの書いていただいて、先生をちょっとこうね、お願いしますみたいなこと言えば、もしかしたらね、また時間作っていただけるかもしれないので、皆さんあのよろしくお願いします。いや、この技術本当にいいですよね。やっぱり足の裏もやっぱ熱い人いるじゃないですか。あ、そうですね。それをなんかね、あるとね、やっぱり指でとかでやると、結構なかなか大変だし、大変です、うん、ね、グーでやってもやっぱり痛いですからね、痛いですよね、うん、やっぱ肘は有効です、うん、おう、そうですね、なんかむしろ右の方が硬かったかも、うん、今こっちの方が押しやすい感じがあります、いや、確かにもう痛いっていうか聞いてありますけど、なんか自分の予想とは全然違う今反応で、本当はなんかうわーって痛かったんですけど、ね、言おうと思って用意しといた、いや、全然用意しといたんですけどね、当てが外れた感じで、そうですね、なんか肘素晴らしいってずっと言ってました、ね、冷静に、ちょっとその骨盤の状態で違いますね、あ、右の方が前に出てますね、あ、うん、なんでこっちもこれで両方同じ感じなんですけど、右が痛いですかね、痛いっていうかなんかね、硬いなってのが、硬いなって感じですか、はい、うん、ですね、ちょっと抵抗がね、そう、右の方が違いますよね、うんうん、だんだん感じてきたの、気持ちいいな、どうですか最近やっぱり、あ、はい、あのお店の空き状況は、あ、全然ないんですよ、ね、なんかまあ時間をもう短くしたり、まあまあまあ、制限かけてるのがあるので、そうですね、なかなか空きはないです、ね、なんかそういう動画撮れ出してますよね、出しました、はい、ね、撮れないですっていうのは、うん、ね、
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。哲也さんもチャンネルをお持ちです。すいません、はい、概要欄に貼っておきますのでよかったら、はい、また別の、ね、角度からの別の編集で見ていただけますので、はい、楽しみください。よろしくお願いします。いろんなこともやってます。他のねフリーマッサージとかもね、はい、されてるんでね、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 See you。